カントリー後期最終節。いいよー。未だにね、横浜たける後期勝ち星なしということでね、本当に降格してしまうというこの清野さん。はい、今流行りの ETC でございます。入っていきましょう。真夜中のミッドナイト、ワンガミッドナイト。今日は何ですか。今日はですね、はい、カントリー後期最終節。いやー、待ってました。どんどんどんパフパフ。もう最終節か。もう最終節ですね。延期分がね、1試合残ってるんですけど、一応そのリーグの日程としては最終節と。はい、未だにね、横浜たける後期勝ち星なしということでね。いやー、本当にね、苦しい後期送ってますよ。はい、圧倒的に今ね、残留争いをね、繰り広げてますよね。あの2分けからの圧倒的5連敗ということで、堂々5連敗とね、はい、堂々とね、言ってもね、うん、恥ずかしくない5連敗じゃないでしょ。胸を張って5連敗してきたと。今日こんな夜からなんで移動してるんですか。明日ですね、アウェーで群馬ということで。あ、群馬といえば全泊でございますが。明日朝早いもんね。明日の朝早いですよ、9時集合。皆さん待ってたでしょ、全泊。結構ね、全泊ファンいると思うね、俺。ジャイの全泊、うん、ジャイの全泊。すげえ、雷すごいよ。さっきからピカピカしてる。雷来い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 。おー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 。はい、前橋向かってくわ。向かってくわ。めちゃくちゃ雨降ってきたよ。わー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 。やばい、雨降ってきた、雨降ってきた。いやー、あーすごいすごい、大粒の雨。これは荒れるぞ。荒れる。全泊が荒れるぞ、これは。いや、ワイパーが追いついてないよ、これ。そうだね、大丈夫、安全にジョイントしていきましょう。はい、気をつけていきましょうね。はい、ジョイントの600円アウト。ありがとうございます。出た、首都高のここ。はい、山手トンネルでございますね。めちゃくちゃ回るやつですよね、これ。はい、回る回る四時台は回る。高崎で会うです。お腹大丈夫ですか。空いてないですか。めっちゃ空いてる。背中とお腹がくっつくぞ。くっつくぞ。懐かしいな、それ。今流行りの生き死です。が、会うされました。東横イン。はい、チェックイン完了です。チェックイン完了です。お部屋ツアーしましょう。はい、お腹すきまくりました。はい、じゃあ部屋紹介です。東横インに、ほらね、うん、朝は明るくあれ。まえた、まえた。東横院ね、綺麗だから好きなんだよね。俺初めて来たわ。はい、本日のメインディッシュはこちらですね。お出汁が香るトロトロ卵の特製卵丼。あ、親子丼。親子丼。三陸産わかめとお揚げの二八そば。六種具材のお豆腐とひじきの煮物。野菜と食べる砂肝ポン酢。すごいね。生ハムロース。あー、安定感。シエテ温泉の牛乳でございます。これからね、ちょっとジム行こうと思ってるんで。今から飯食ったら。やってるんすか、群馬。やってるやってる、24時間だから。エニタイム。あ、エニタイムあるんだ。うん、ちょっと行こうと思って、まあ、それ終わった後にちょっと軽くバナナ食べようかな。ということで、じゃあ明日の朝に時飛ばししますか。はい、本日のグルメ紹介でした。ではまた朝お会いしましょう。時飛ばし。おはようございます。おはようございます。おはようございます。カモン。カモンチャンネルだ。カモン T シャツです。カモン。朝はこうであれ。チェックアウト。東横インもアウーです。いい高崎の街並みです。前橋です。あ、前橋だ。一生言ってるんです。間違えちゃうな。松屋が俺一番牛丼で一番好きっすよ。松屋が牛丼で一番牛丼で好き。大丈夫。おはようございます。俺割とね、吉野家結構好きかな。松屋はあの味噌汁がついてるからいいんですよ。標準装備なんで。わかる。冬場超助かりますよ。松屋もね、一時好きだったね。塩ネギカルビ丼みたいな好きだったね。ほうほうほう。吉野家 の、 あの定食、ご飯おかわり無料、お得ですよ。え、つつはどこが好き。はい、どこが好き。何でもいいですよ。いい、シエテ温泉でーす。侵入していきたいと思います。はい、はい、帰ってきました。朝のコーヒーはやっぱり死にますよ。それ何でしたっけ。青の贅沢でしたっけ。これはあれですね、白の標準です。じゃあ会場もう近いので、はい、向かっていきたいと思います。ーい、キーパー若フレッシュ、ディフェンス偉大からシュン、ウォーミングアップ。4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 101 102 103 104 104 105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  104
やっぱり夏といえば山、川、海、そして桃尻。行きましょう。5、4、3、2、1。熱盛り。どうもジャンツです。あと勝ち点6を取らないと本当に降格してしまうというこの気の中、迎える相手は都南前橋。正直最強の相手と言っても過言ではございません。これをどうシャットアウトして無失点、違う無得点記録をどこまで更新できることができるのか、あ、ちょっと何か分かんないわ。行ってきます。はい。よっしゃ、はい、ということで試合が終わったんですが、群馬の三重かを紹介してほしいと。おグルメ、ちょっとご依頼がございまして、ガトーフェスタ原田さんという、こちらがグーテデレーヌで、こっちがグーテデレーヌキャラメルショコラということで、あとこちらがトナンさんのねスポンサーに入っている焼き鳥昭和さんの焼き鳥丼ということで、群馬に来た際はぜひ立ち寄ってほしいということですので、ぜひ群馬に帰る際はこちら焼き鳥昭和さんとグーテデレーヌキャラメルショコラを食べてみてはいかがでしょうか。まるでグルメチャンネルですね。まるでグルメチャンネルでございます。ありがとうございます。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。2対0、イエーイ。
久しぶりの勝利ですね。いや最高、やっぱね勝利の味は格別です。皆さんこの味知ってますか？一番のグルメです。めちゃくちゃセーブしてたね今日。キーパーはねやっぱゴールキーパーですから。しっかりそこの役目が果たせたかなというふうに思います。まあでも俺だけじゃなくてね、やっぱ本当チーム全体で勝ち取った勝利だと思うので、うん、まあ本当ディフェンス陣も中盤の選手すごい守ってくれたし、前の選手もね本当必死にこうプレスしてくれたからこそ、まあ守れたし、まあ、勝ったかなっていうところもあるんで、まあ最後ねあともう1試合あのトパチャル要するそうだね、2つパック2つチャレンジャーズとのね試合が残ってますからね、まあ、そこに向けてまたいい準備できればいいかなと。そしてこちら栃木市の銘菓というわけで、とちおとめのタルトケーキをいただきました。絶対美味しいやん。これ絶対に美味しいです。食べなくても分かります。見たら分かる、美味しいやつやん。もうこれで美味しいからね。ここがね群馬ですから、はい、あの帰りはね遠いということで、はい、今日はね知恵温泉にも寄らずにま、はい、っすぐ帰ろうと思います、はい、渋滞もすごくなりますから、ね、はい、帰って編集します。はい、お願いします。はい、ということでね勝利をお届けすることができました。今まで本当にたくさんの応援とコメントありがとうございます。次の試合チーム一丸となって勝っていきたいと思うので、引き続き応援の方よろしくお願いします。ということで今日は元気にチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。じゃあよっ。